はい、では、今週の、えー、ゲストさんなんですが、えっ、ー、と、先々週のですね。えっ、ー、と、岸江さん、あの、ソープカービングの、えー、岸江さんからのご紹介で。えっ、ー、と、まあ、ちょっと、いろいろやられてる方なんですけど、今、えっ、ー、と、鍼灸師など、やられたり。えー、ね、あのー、まあ、なんていうの、この、カウンセリング。とかもされている、おつぼ。はい

そうなんですご縁があって、ね。今日19歳の時きに、まあ、たまたま4人子供がいるので、うん、あなた産婦人科の助手のお仕事しないっていうのがきっかけではい、はい、この先生が、うん、あのよかったら看護学受けないっていうその一言で受けて循環だったんですけどね働きながら合格してということで。 じゃあそこからの、えっと、60歳で鍼灸師の資格を取って、はい、これはまあなんていうか鍼灸師になってくると今度西洋医学から東洋医学の方にだいぶ変わってくると思うんですけどこ、はい、れは興味の視点、はいはい、その視点が変わっていったって感じなんですか<あ>考えあのやはり看護師っていうのは最終的にはもう超ハードな。うんうん 仕事でいくいくその医療系にはとても興味があったのではい、はい、あの鍼灸師ってその針と呼吸っていうのはもうずいぶん前から興味があったんですね、うん、で、それでたまたまあの、うん、私どもが住んでる地域に新規にあの開業してまあ社会人枠っていうのがあって、うん、でそこにあの応募したらまあ合格していうことですはいまあ長く仕事ができるっていうこととその西洋から東洋っていうのは,はい、はい やっぱり体の変化っていうのを現場で見ながらうん、うん、メンタル的なこともあるんじゃないかなっていうところで思い切ってチャレンジしてみました。はい、ああそうですか。はい、えっとそうするとこの、えー、と坪姉さんが、はいえー、そこから鍼灸師の資格を取られてから、えーとはい、現在に至ってるっていうのは鍼灸師の活動は、まあ、ちょっとここならとはまた違うと思うんですけどこれは一つのライフワークというか。そそうですそうでですすはい、はい えとじゃあここはちょっと鍼灸師のお話もねあのいろいろとお話あると思うんですけども、はい、おつぼ姉さんというところでおつぼ姉さんココナラというサービスをですね出品をされているわけですけどココナラというサービスをご存じない方のために簡単に申し上げますと,と、まあ、個人のね 能力を売りりえででででききる場所なんんんすすよよねねもいいはっ特技、特技があればそれを必要な人とマッチングしてくれるサービスというのがここならでしてビジネスの感じよりかは少しちょっと一般んていうかなメルカリに近いというかね、能力のフリーマーケットみたいな感じですかね。そんんなな感じの場所ででですよねここと分円 え、人間関係悩み相談、お話聞きますみたいなサービスを出されていますよね。はい、はい、占いとかですね。占いとかですね。はい、いはい、これはなぜこういったサービスを出そうと思われたんですか。あ、あのですね、うん、あの、私、あの、ちょっとプロフィールにも書きましたけど、四人子育てしてる中で。はいはい。あのー、間が十四年間あったので。うん。 とにかく20代からずっと50代近くぐらいまで、うん、子供との関わりが多く学校とかの関わり地域の関わりが多くって、はいはい、やっぱり女性と接すると非常に悩みが多い子育ての悩みとか例えば離婚したとかシングルマザーになったとかっていうんで、うん、いろんな相談を受ける中で心、はい、っていうところは、はい、あの例えば占いにしても悩み相談にしても相談にしても。 そういう場所っていうところをずっと、うん、あの探してたんですね。ああで、<の>もちろんあの鍼灸師の仕事しながらもうん、うん、女性の中で体がやっぱりあの変調。 で聞くとご主人とトラブルがあったとか子育てで悩んでたとかっていうことが体に出てきちゃってたんですね体が硬くなったりとか緊張してたりっていうそこをまあコロナここならっていうプラットフォームでその相談 人生相談うん、うん、悩み事でまた占いっていう東洋医学とコラボしてるところがあったのでそこでまあ、あなたが持ってきあの生まれて持ってるあの、うん、運命とかそういったものを少しお伝えしながらね例えばご主人と悩むあの運命星だとかなんかそういうようなことをお伝えする中でうん,、うん、なんか当たってるねっていうところから。うんうんはい 相談をここならでっていうところで、スタートいたしました。なるほど、なるほど。でも、ここならに、この電話相談サービスあるの知らなかったです、僕。そうです。あの、僕も、あの、ね、あの声のお仕事のね、あの販売とかもしてるんで。あの、まあ、そういったご依頼よくいただくんですけども。この電話相談一分百円っていう、これ、まあ、サービスがあるの知らなかったんで、ええ、と思って、びっくりしました。これはね、最低でね。 私はまだまだスタートしたばっかりなんですけれども、長いことやってる方は1分の金額が少し高かったりとかですね、そういったことがあります。私どもは電話サービスですけど、一般サービスっていうのもあって、例えば PDF でお伝えしたりとか、いろんな種類があります。なるほどでですすねねそうよのお仕事をしてていも 同じような悩み相談も受け,受けることはあるでしょうね。はい、はいうん、はあなるほど。じゃあまあこのここならであのー、このお坪姉さんとしてどんどん広げて、うん、まあいく部分と、はい、まあ新旧市の,の活動とっていうのを、はいはい、まあこれからの,そのライフワークとしては。 結構ずっとやっていきたいなみたいな感じですか？あそうです。うん、あの、本当にスタートしてちょっとしばらくっていうことだったんですけど、やっぱりそのコロナでね。対面の仕事がやっぱりできない。デイサービスなんかでも入ってたんですけれども、あの、うん、やっぱりそこで陽性患者さんが出るともうシャットアウトなんです。外部から来るものはですね。ここ本当に2年ぐらいはもうかと言って自宅でっていう。あのものも考えて。ね いたんでですけどあ、うんうん、あの中であの中、うん、直接体をお体を触ってっていうのはもう私たちの仲間随分と苦労いたしましたね。でその時に,に、うん、あのいわゆるそのインターネット使った、うん、あの電話相談っていうところに私があのヒットしてですね、うんうん、あだったらちょっとあのコロナが落ち着くまで。 なんとか情報発信できるんじゃないかなっていうことでのスタートでしたなるほどですね、はい、いいじゃないですかねあの岸江さんとはどういったつながりというか <laughs> 岸江さんはですね、うん、あの。 実はその YouTube なんかを拝見しているところに「こ、え、こ、っとうん、マら王子」っていう一条響さんの YouTube がありまして、うん、でその方がずっとイベントしてたりとか、はい、中で岸江さんが入られてきて一緒にお話ししたり、えー、そういうあのセミナーなんかで参加する時に、はいあのー、岸江さんとお坪江さんっていうことでですね会話が始まったって実は彼女もすごいスキルがあって。 で、YouTube 発信してるので、あのまあご紹介でね、彼女のカービングのご紹介とかいろんな中でラジオに出るのよっていうことでね、お話しいただいたんです。はい、その流れです。はい。なるほどですね。面白いですね。こうやっていろんなつながりがあってね。もうもうご縁ってすごいですね。本当に。うん。そうですね。はい。なるほど。今あのその四人のお子さんはそれぞれあれですか？ あのもう独立されてそうですはい、はい、上は女の子で下三人男の子ですからどちらかっていえば体育会系ぐらいでしと、うん、やかには子育てはできなかったという<ー>ですから野球の試合のお茶登板とかですねテニ、はいはい、スの応援うん、うん、バスケットの応援でうん、うん、もう本当に日夜、うん、土日はもう潰れてたという。あ <laughs> 大変でしたねね本当に、ね、<laughs> まあねその時はね無我夢中でしたから、うん、だから、はい、そういった意味でも今若いあの各家族で、うん、あの子育てに悩んでる、うん、子育て支援とかにも関わってたんですけどたくさんいらっしゃるんですね。泣いちゃうあのミルクやったおむつ見たそれでも泣くどうしてって私できないっていうね、うん、若い。はいはい あのママたちがいるので、うんはい、そこであの、なんかね、自分の経験がね、うんあの、アドバイスできたらなって、もちろん保育園にも預けながら、ママ友たちとの,、うん、あの協力もあってですね、うんうん、もうお洗濯してあげるわよとか、うんうん、<laughs> 子供ができた時にはご飯作ってあげるよとかっていう、うん、そういう中での子育てでしたね。なるほど、なるほど。そうするとはいえ 今のね、その例えば、はいえー、相談してこられる、うん、おつぼ姉さんに相談してこられる、えー、年齢層というのは、やはり20代の方が最も多いですかいや、あのいろいろ年齢層は違うんですけど、うん、あの 50代ぐらいの方とか60代とかで私があのプロフィリールにも書いてるようにあの精神科病棟の勤務をしているっていうことでね、うん、そ,うでそういったあのあののメンタル的なことのご相談とか、うん、あとやっぱりその若い方より私はもう古希、うん、っていうことでプロ、うん、フィリールに出してるので70歳という年齢でねあのまあ あの若い方よりは、ご相談に乗っていただけるかなっていうことでの、うん、あのお電話も多いです。はい。ああ、なるほど。うん、うん。相談される内容として、一番、うんうん、多いのはどういったことが多いですか。恋愛相談多い,いですね。あやっぱり、大変。おお。恋愛といいのと、その今付き合ってるけど。 相手の方があの、うん、どんな人なのかなとか、で占い商品出してるので、はい、どういう人かなとか、そうですそうですねで、やっぱり占いって、まあ、陶芸学ではいいますけど、うんうん、分かりやすくご説明よく私するんですけど、うん、山が好きな人と都会が好きな人っていらっしゃいますよね、なんかなんとなく山に。でもそれは比較的、うん 私がやってる吸水器学の中では、うん、あの山が好きだなっていう生まれを持っている方とかね例えばにぎやかなとこが好きだなとかねあとは自然とリーダー星持ってるなとかっていう中でご相談があったら、はい、あの無事なところがあるんだったら少しちょっと考えてみましょうかねっていうよ、ね、うな、んうんうん、そのようなご相談が多いですね。うん まあ、なくならないっすよね。占いってね、昔からありますけど、<あ>本当にね。もうこれはですね。うん、そう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 、もう本当に占いっていう、うん、やっぱこう悩んでる時にどうしたらっていうのが。一つのか、うん、あの解決策で。 でいろいろお話ししてると、うん、とか気持ちも落ち着いてきて、うん、次のねあのステップあちょっと頑張ってみますっていうようなねとかそれの後押しをしているような感じですかね。うん、私自身がはい そうですよねどうそうか病んでる人病んでるというかやっぱりね悩んでる人多いんですね、うん、やっぱねそうですねよくよく聞くとやっぱりその体にも変調きたしてたりとかあと例えばそのあのー、まあ嫁シュートの問題とかありがちなはいはい、はい こなんかもうどうですか、ね、ってうまあ、まあ、<laughs> まあその人間ってまあほぼしがらみで生きてると思うんですよね。だから僕なんかもそのしがらみをまずその回避するところから人生っていうのは変えていったんでね、はい、とにかくストレスのまずかからない生き方っていうのを、ねはい、徹底的に選んで生きてるんで <laughs> 大正解です。お金をたたたくさん、ね、あの稼ぎたいと思ったら はい、それの部分やっぱりいろんな代償って生まれてくるんで、うんうん、そのエネルギーっていうのを全部なくしてですねあの、はい、逆にストレスを溜めないっていうねあの何、はい、ていうんですか無駄なの、うん、変なその心の浪費ってのをなくしてですねどっちが楽しいかっていうところまあ正直どっちもどっちで <laughs> まあまあそのお金がない分ねできないことももちろん減るは減るんですけど、はい、今の日本でデフレだから、はい、あの、はいはい 例えばサイゼリア行ったら十分なイタリアン食えるわけですよ。そういう時代なのでなんか、はい、本当にしがらみをまず避けるというかねし,しがらみからちゃんと、はい、しがらみを人生の中から、ね、あの除外するっていうことをね <laughs> 日本人の人はもっと本当に選んでほしいなと思うんですけどね。うん すごい一番のテーマじゃないですかね、今ののこ時代にですすすねごく思いまやっぱり大多数がね、日本は9割がサラリーマンなんでね、特にそういうライフスタイル、同調圧力とかね集団的な行動というかね、そういうのが日本っていうのはそういう文化なのでしょうがない部分もあるし、全体が良くなれば、逆にみんなが逆に潤う可能性もあるのかもしれないですよね。 そういう時代があったわけですからねううのま昭、あ、和の時代にね、うん、はいそうですそうです <laughs> はいなるほどねそういう時代を知らない人たちからしてみたらね、うん、まあ今選択肢がないように感じてしまっているのかもしれないですよね うん、私ちょっとびっくりしたのは私たちの子供の年代の方が私たちの年代はまあ年金的年金で将来暮らせるよねっていうような会話がもうほぼそれできましたね、はいはい、段階のそれ。ただ、うん、今の若い方っていうのは、うん、一生働くか死ぬかどっちかですよねっていう若い方たちから、うん、こないそんなお話聞いたときにね、そ、うん、そうそう,そうびっくりしちゃって、<laughs> んなんか日本どんなになっちゃってるんだろう。 年金なんてものがあのもらえるとはもう思ってないそうですそうですね。少しずつまあ副業がいぶ、ね、あのサラリーマン解禁になってっててたりとか政治家どどんどん変わっていっ ねね行けけばいいんでしょうけど、ねうん、なかなか、はい、難しいんでしょうけど <laughs> まあなんかそこのところううでも、うん、今はお若い方はもう共働きが普通になっててそうです、ね、やっぱりその朝保育園にあ私も経験ありますけどやっぱりその朝の忙しい時に子どもの準備してご飯作ってお代理帳も書いてとかっていうともうかなり朝はもう疲弊した状態でねそれをもう。 共働きが当然という今のこの時代にどうやって若いあのご夫婦特にママたちがね、うんうん、あのうやったらあのストレスがその少なくなっていくかなっていうそういうそういうい商品も出してるんですね、うん、実はね。うん、あな,るほどなるほどだからそこのところが、まあ、私たちがあの昔あの先人たちから聞いてきたのは 子供生まれたら2時間ずつだから8時間寝れないよっていうのを常に聞いてたんですね。だからそういうところからもう2時間3時間ずつのミルクあげたりお父あげたりのはもう普通なんだよみたいなね。今そういうことを多分聞くっていうことが少ない時代じゃないかなって思いますね。 テクノロジーを進んでね、あのツールやアプリとかいっぱい増えてるんだけど、<laughs> あの、はい、子供をテクノロジーで産んでるわけじゃないので、ね、あの <laughs> そ,そ,そこはアナログなわけですよ。だから <laughs> そ,そ, <laughs> そこから始まるのはどうやってもアナログだし、本人もアナログである程度育てられてる部分はあるので。<laughs> そこなんですよね。ギャップがね。なんでこんな世の中便利になってんのに、うん、ここだけ不便なのみたいな。すごい。ギャップそれはありますね。うん、なんか以前、私の経験の、その子供と関わって、経験の中で、その。うん、生まれて、あの、今、あの産婦人科で、産婦人科の勤務もあるんですけど、ね。うん、おっしゃってましたね。はい、うん。赤ちゃん連れて帰ってきたら、じゃあ。あ 帰ってきた。その日の夜どうしたらいいの？っていうで、そのサポートに入ったことあります。ああ、なるほどね。この産湯を使わせるって言うじゃないですか。そのどうやってあのお風呂入れたらいいのとかね。で、それはちっちゃい時。じゃあもう少し大きくなったらどうやって湯船にしたらいいの？っていうのがあのなるほどかからないで聞けない。あとその？ お母さんがいないから、私は子供を産まないっていう女性もいらっしゃいました。うん,う,んうん、うん、うん、うん。聞けないから、不安だっていう、ね。うそうですね。あの、そういう職業っていうのはないんですか、うん、そういう資格というか。あの、介護はいろいろ訪問介護など、いろいろあると思うんですけど。例えば、うん、確かに、そのおっしゃる通り、あの、子供が生まれて、実家のお母さんが手伝ってくれないと、なかなか、その。二時間に1回だらんだっていうのが、まあ、一番の難関だと思うんですよ。一番最初はね。あそこだけを支援するとか、サポート、本当に泊まりがけで。 やっっててくれるるみたいいいな資格とうううかかそお仕事あんです私が携わってたところ、各市町村に子育てサポートセンターっていうのがあるので、もしこれお聞きになっててね、悩んでる方がいらしたら、まず子育てサポートセンターってないですかで、ボランティアですけど、有料ボランティアで1時間いくらっていうことで行くんですけれども、この支援の内容がいっぱい書いてあります。あとは 介護でお手伝いでご飯作るっていう今充実してるけど子どもの部分でもあります。そこがなかなか知られてないですよね。そうそう、PR できてないですね。ですよね。だから私らの市町村では子育ての経験のある方とかまた保育園の先生とかがね、ボランティアでかかっておりました。なるほどなかなか大変そうですけどね、なんか本当に。 なんだよみたいなこんな子育て大変で言っても母親がちょっとぐれちゃったりとかしてる中でねそっちが親切に行ってか急にお客様お客さん扱いお客さん態度取ってきたりとかねそういうのあるかもしれないしなんかまあデリケートですよね赤ちゃんだからね。その辺もやっぱりいろいろと広まらない要因なのかもしれないですけど海外はシッターさんとか当たり前ですもんねフィリピンとか。そうういことで なかなかね、日本ではね。そうなんですよね。その敷というのがね。うん。そうです。はい。なるほど。ああ、まあ、そろそろ、じゃ、ちょっとお時間なんですけれども。まだ、じゃ、ちょっと、その、おつぼ姉さんの活動ね。あの、ここならで、えっと、いつ始められたんですか。スタート。ここならで、スタートしたのは、えっと、六月に。初めて商品出します。えっと、じゃ、あまだ四ヶ月ぐらいってことですね。そうですね。四ヶ月ぐらいですね。はい。ええ、もう、どんどん頑張っていただいて、これがね、あの、どうやって広がって。 行くのかっていうのもね、ちょっとまたぜひゲストに出ていただいて、いただければなと。はい。商品数が今何個あるんですか？今二十ショ電話相談は二十ま二十商品まで出せるんですね。むっちゃ出してますね。あ、そうなんですね。そうですそうです。ああ、すごいですね。一般相談っていうのは、先ほど言ったように PDF だとか、とかそういったようなところで、あのもうお話しするよりはもう送ってもらった方がいいよっていう方は一般相談でね。そこはまだ私商品出してないです。 商品名だったりタイトルだったりは全部、お坪姉さん考えてるんですかそうです、もう全部、もうパソコン苦手だったんですけど、全部自分でやりました。あでもなんか、ちゃんと後を得たタイトルになってると思いますよ、はい、なんか。ありがとうございます。うん、いやすごいなんか、勉強してるなみたいな、なんかこう、ちゃんと人の心を引くようなタイトルになってる <laughs> やっぱちゃんとカウンセリングされてきてるからでしょうね。うんのどの心が一番刺さるか、どういうね言葉を使えば、その人がね <laughs> あ、相談したくなるかっていうことを多分ね、はい、考えられると思うんでしょうね。はいはい うん、あのおつぼ姉さんがね「古希の方」がこういうタイトルでインターネットでサービスやってるっていうのはすごく。<laughs> もうねそれはもう本当に私も先陣を切ってっていうことではないですけど、うん、今やっぱりこうインターネットでっていうことが皆さん若い方慣れてるんでねこう,う,、うん、ういうあのことでどんどん PR していってうん、うん、悩みとか体の不調とか、はい、まあ占いでもいいですよねどっかに相談できない方が普通にねうん、うん、相談できるっていう。うんうんはい なるほど発展していいいったらいいなと思じゃあまたあの,ぜひあの機会があれば、はい、あのよろしくお願いします。今日はありがとうございました